スリーブ。はい。ちょっと手汗でちょっとなんか今濡れちゃったんだけど。はい。よかったー。まあ、1枚は出るわな。1枚は。うん。これ出なかったらおかしいわ。もう曲がってないよね、今。曲がってるように見えた。ああ。はい、よかったー。あれ。これね、入らないんだよね、うまく。あれ、ちょっと曲がってない。はい、よかった。はい。アクア団の海洋画が、出ましたね。はい。ということで、まあ、行きましょう。引き続き。はい。まあ、この動画編集して、今日中にね、アップできればいいですね。編集ができるような、労力が残っている場の話なんですけどね。はい。では、行きます。では、次はもう、アクア団のグラードンが欲しい。アクア団のグラードン。はい。マグマ団のヤジロ。アクア団のフォークラー。マグマ団のポチェナ次。ああ、念のこれ。何枚持っちゃってるよ。はい。アクア団のスーパーボール、マグマ団のスーパーボール。ああ。やばい。これもしかして、このコンセプトバッグは、1ボックスに1枚とかの可能性がね、高いよね。はい。ちょっとそれはないっすよね。さすがに。はい。いきます。アクア団のベトベタ。あれ、ぼやけてる。スクラップ邪魔。アクアドンのベトベタ。マグマドンのポチエナ。アグアドンのトドクラ。あ、広告が混じってるよ。はい、次、行きますよ。あー、アクアドンのトドゼルが。うん。まあいい、でも1枚に、1パックに1枚絶対キラーが入ってるっていうのがね、まあ、嬉しいっちゃ嬉しいですね。はい。では、もう残りもわずか。残りもね、もう残りほんとねえよ、ほんとに。はい。では、いきますね。はい。マグマ団のポチエナ。マグマ団のポチエナに、アクア団の玉ざらし、ドメンル、スキ、おお、来た！揃っちゃったー！揃ったよー！揃っちまったー！やったー！おいおい、逆にこんなんでいいの？こんなんでいいんすか？スーパーレアがないってことは、これ、もう一番のレアがね、もう当たっちゃったことになるからね。これもう、ボックス界は揃っちゃう系の感じかな、これ。あ、出ちゃいましたよ。出ちゃいましたよ。はい。もう揃ったね。もう残りのパックいいや。でもこれで、もしかして1ボックスに3枚 EX が入ってる法則がね、活用されたら、もう1枚出るってことになっちゃうね。はい。楽しみだわ。はい。はい、では、次いきます。あ、アクア団のポチエナ。アクア団のポチエナ。ザングース、キバニア、次。ああ、はいはいはい。はいはいはい。はいはい。はいはいはい。ではもう残りも4パックかな。はい、もう行きましょう。あれ？ああ、もう、ふざけんじゃねえぞ。クソっすわ。はい。はい、では行きます。あれもこれ全種類揃うんじゃね？これ。もう揃ってるんじゃね？もう、もしかして。揃ってるよね。はい、マグマ団のコドラ。グラエナ。あ、滑っちゃった。あ、コドラ。サメ肌。これ揃ってるくない？もう。もうなんかワンパターンになってきたよ。これの、グラードンと海洋画のスーパーレアが出る、あるなら、話は別なんだけど、あんのかな、スーパーレア。ある方が燃えるよね。なんか限られたね、種類しかないとやっぱね、買う気になれないんですよね。なんか、シークレット的な存在があると燃えるんですよ。アクア団のココドラ。ヤジロン。ポチエナ。次。ああ、持ってるね。もうだいぶ揃っただろ、もう。もう揃ったよな。多分もうコンプリートしてるよ、もう。これ買う必要なかったな、これ。価値もないかもしんないね。よし。メガヤドラ。では、もう残りも2パック目ですね。はい、ドーメルン。ドーメルン。ハブネーク。グラエナ。次。ああ、はいはいはい。やっぱ、今回のは、1ボックスに3枚 EX の法則は、ちょっと活用できないですね、今回は。ちょっと当てにならんですね。コンセプトバッグだからね。何のコンセプトかわからんけどね。はい。では、ラストです。はい。まあもう2枚主役が出ちゃったからね、もうほんとどうでもいいんだよね、正直。はい。
では行きます、はい、最後のパックです、はい、ベトベタベトベタザングースグライナ次あーほらほらうんはいはいはいあのね多分だと思うんだけどあ揺れたボックスを買えばね全種類揃うんじゃないかなと僕思ってますはいでまあこんな感じで早速2枚出ちゃったからもうこれ買う価値あんまなかったかな、うん、ボックス買えば出るっていうなんかもう決まっちゃってんのかな多分ねもう全種類揃ってる気もするんですよはいだからまあ今回はちょっとあまりそんなねワクワク感みたいなのないっすね出ちゃったからなのでうんまあボックスで買えば揃うっちゅうことっすようんボックスで買えば多分揃いますほぼうん多分そうこれがもうね一番の当たりがもう2枚出てるから多分もううんボックスを買えば全種類揃いますよなのでまあ全種類欲しい方とかコレクション要因で持っときたい方はぜひこのニッパーボックスで買う方がまあ得ですようんなので、まあ皆さん本日発売なのでダブル串ライスの、開封まあ開封というかまあ購入ねまあ検討している方はまあいるかいないか知らんけど、まあよろしくお願いしますすいません一度お願いしますはいということで、最後までご視聴いただきありがとうございました最初の方なんか茶番みたいな感じでちょっとふざけたんですけど、すいませんでしたはいということで、ありがとうございましたおわきちでした。